はい、どうも、1分映画批評です。今回紹介する映画はこちら。ゴーストストーリー。65点。幽霊になった音楽家の男。秀作連発の A24 配給の風変わりな死後のお話です。でっかいシーツをかぶっただけの幽霊が自分の生きていた世界に居続ける。言ってみればそれだけの話なんですけど、制作費10万ドル、そして上映時間92分のコンパクトな作品でできることが限られていろいろ削ぎ落とされた分、シーツをかぶった幽霊に逆に感じられるこう新鮮味だったり、カメラの固定の長回しだったり、こう全然セリフがなかったりといろいろと挑戦的な意欲を感じましたし、中盤から起こる予測のできない展開になっていくのも非常に味わい深いものがありました。シーツのね、あの使い方とかはね、ほんとうまいな、やられたなって感じでしたよね。セリフの量もね、少ないとこめっちゃ少ないですけど、多いとこめっちゃ多かったりして、いろいろこう深読みがね、はかどるような象徴的なセリフ混ぜてきたりするのも良かったですね。ただね、やっぱりこうエンタメをね、期待してしまうと全然やっぱりこう退屈なので、あくまで、いやーちょっと地味でもいいから、静かなやつでいいから、センチメンタルな気持ちになりたいし、変わった映画見たいなっていう人には刺さるかと思います。シーツをかぶった幽霊がたゆたい、さまよう静かな、ヒューマンドラマ映画でした。